えー、壁外の雪原さん、20代男性。私は障害者手帳を持った社会のお荷物のアスペです。高学歴のくせに職場では無能で、上司や先輩に毎日怒られています。えー、感覚過敏で疲れやすかったり、改善の努力なしく、ミスや会話中のどもりが多く、完全に無能です。ここを辞めても他に就職先や信頼できる支援機関、家族、友達がなく、将来に絶望と自殺願望しかありえません。 先日、世の中の捉え方やリカバリーの話などをお聞きしましたが、私には参考になりませんでした。何か厳しい内容でも良いので助言をお願いします。もしこの内容をサイクパスの人生相談で紹介したら、発達障害で悩んでいる多くの視聴者を新たに獲得できるかもしれません。本当に切羽詰まってます。助けてください。ということなんですけども、 まああの、まずはこの、アスペですっ書いてあるんですけど、アスペって僕何かよく分かんなかったから、ネットで調べちゃいましたよ。で、あの、こういうですね、その、なんでしょうね、省略語っていうかですね、自分の状態っていうのをなんかシンプルな略語で言って、っていうのが、その、まあね、オタクっぽいっていうんでしょうかね。とりあえずの切羽詰まって、 要が、あの、助けられませんよ。それはあの、他人が自分を助けてくれるわけがないのでですね、その、発達障害に悩んでいる多くの視聴者を新たに獲得できるかもと言ってるんですけども、こういうしょうもない利益誘導で人を動かそうとする、その性格の方がね、僕問題じゃないかと思うんですけども、で、あの、助言なんですけどもですね、厳しいこと書いてもいいって書いてるんで言いますけども、絶望と自殺願望しかないっていうのはもう嘘ですよね。 確認しますけど、嘘ですよね。な、なんでかというと、自殺願望というのは何かっていうと、決して自分は本当は自殺しないかと知ってるから、安心して楽しめる自オナニーなわ,わけじゃないですか。だから、自殺願望という言葉は自殺しないからあるわけですね。自殺するかもするかも、もうそれしかないんだという自オナニーが、まあ楽しくてしょうがない。自オナニーは否定しません。あの、世の中それで救われている人いっぱいいるし、実は人間の 3分の1から4分の1ぐらいは自虐オナニーするっていうのを僕もあの分かっているので否定しないんですけどもその絶望しかないんだっていうんだったらそれはオナニーのしすぎなんですよ。本当にオナニー中毒になってるんですよね。あの絶望してる暇があるんだったらですねあのちょっと周り見た方がいいと思うんですけどももしあの壁画の雪原さんが言ってる通り本当に無能でダメなんだって。で上司に いは叱られるってことは首になってないわけじゃないですか。で、えー、その他に、あの、信頼、あの、家族、友人がなくっていうふうに言ってるんですけど、ここを辞めて、やめたらもうダメだってことは、ここ、今の会社にはあるわけですよねここ。今の会社には居場所があって、毎日叱られてることだけが嫌なだけであってですね、<laughs> それ、毎日叱られて嫌だっていうのをですね、上に、そう、隠して、上に足して足して足してるから、いろいろごっちゃごっちゃ、ごっちゃごっちゃ書くわけなんですよね。で節元さんが自分が 言う通り、さっきも言ったように無能なんだったらですね、怒りながらも首にしない上司とか会社に対して感謝すればいいだけなんですよ。感謝の毎日なんですよ。そんな上司とか仕事に恵まれた状態だったら、感謝感動の毎日のはずで,ですね、自殺するするオナニにふけっとる暇なんかないと思うんですけど、もうちょっとね、自分に正直になった方がいいと思います。要点をまとめるとこうだと思うんですよ。実はあなたの相談の要点。学歴が高い自分を怒る常識がムカつきますと。 でも仕事できないのは事実なので自分にも腹が立ちます。せめて死にたいオナニー、死ぬ死ぬオナニーで毎日暮らしてるけど、これ将来が見えなくてしんどいですってことだと思うんですよね。 じゃあ簡単でですね、学歴や高いを忘れればいいんですよ。あの、仕事はできるようにならないんですよ。仕事はできないって自分でも言ってて、毎日怒られてるんだから、これはもう考え方がうか、何しようが何しようが、自分が仕事できないという事実は絶対に変わらないんでですね、怒られることが当たり前。その時に学歴は高いのにとかですね、あの、こんな、これだったら、あの、二十歳で悩んでる人が視聴者獲得になりますよとかですね、そういうしょうもないプライドとですね、ねじ曲がった生活、 性格の方を何とかした方がいいと思いますね。要するに私は仕事ができません。でも首にはなりませんっていうですね。悩みじゃないんですよ。ラッキーな状態なんですよね。悩み、だから、ラッキーな状態なのに、自分の能力で得た、自,自分のプライドで得たラッキーさじゃないから、ひねくれて不幸な状態、悩みを自分で作ってると、だと思います。ということで,ですね。大変ラッキーな状態です。良かったですね、本当に。